三重県の伊勢市です。いいですね。はい、次の日曜日に行われる全日本大学駅伝の舞台にもなっています。今日はそんな伊勢市で見られる秋らしいスポットに関するクイズです。では伊勢市にマチキュー。三重県で有数の観光地伊勢市、伊勢神宮周辺のお祓い町やおかげ横丁が少しずつ活気が戻ってきています。さらに7日今度の日曜日には全日本大学駅伝が行われます。ですが走っているのは選手だけではないんです。こちら伊豆川と申します。意外と知られていないのが遊泳スポットとしてこちらの川があります。案内してくれたのは伊勢人力車三瀬屋の玉山さん。三瀬屋は創設5年目、14人が所属している人力車グループ。伊勢神宮周辺のさまざまな見どころや豆知識を教えながら案内しています。まだまだ私たちもこの伊勢で知らないことって実はたくさんあるので、そういったことをね、いろんな人から学んだり自分から学びに行ったりして、それを観光で来られた人に伝えた時にやっぱり喜んだ顔が見たくて、いろいろ学んでおいています。普段から伊勢の知られていない魅力を探しているという玉山さん、今年の夏に新たな発見をしたそうなんです。マチキュー。ではここでクイズです。僕が夏の時期に見つけた一足先に秋を感じられたものは何でしょう。 A、実がなっている栗の木。 B、真っ赤なもみじの木。番組公式ツイッターから回答してください。玉山さんが夏なのに見つけた秋を感じられたもの何でしょうか。夏なのにでしょう。はい、夏なのに玉山さん何を見つけたでしょう。栗全く自信がないです、うん、はい、はい、なんとなく、なんとなくということで、うん、はい、では森田さんは、いや、夏なのに紅葉があったということなのかな、真っ赤なもみじがそこにあったと、うん、そう、普通に考えるといいかなと思った、うん、そうですね、色づくのは大体11月が見頃かなという印象ですけれども、ね、さあ、正解発表はこの後です。伊勢市を人力車で案内する玉山さん、新たな魅力を探していて夏の時期に見つけた一足先に秋を感じたものとは。今日のマチキューは伊勢市を人力車で案内する玉山さんが見つけたものに関するクイズです。回答は締め切りました。今日もたくさんのご参加ありがとうございます。皆さんの回答結果です。 A、実がなっている栗の木が 64%、うん、B の真っ赤なもみじの木が 36% となっています、うん、では見てみましょう。この問題の正解にマチキュー。正解は B、 真っ赤なもみじの木です。ということで実際に案内してもらいました。はい、ではこちらになります。周りのもみじも実際人力車に回らせていただくんですけど、まだね、おそらく黄色かったり、まあ、緑のもみじの方が多いので、おかげ横丁を一本抜けた裏側にあるこちらのもみじの木、撮影日の先月26日の時点ですでに真っ赤に染まっていました。玉山さんが初めて発見したのが今年の夏。こちらを撮影したのが8月27日。この時は黄色やオレンジ色でした。実際に足運んでみてよかったなっていうところと、見どころ発見やって感じですね。正解は B の真っ赤なもみじの木でした。B と答えた皆さん、そして森田さん、おめでとうございます。おめでとうございます。いや、これ難しかったけれどね、はい、なんかこういうのが見つけやすいのかなと思いましたけど。いや、でも普段から魅力をね、探している玉山さんだからこそ見つけられたんだと思います。はい、では、このもみじがなぜ早い時期から赤く染まっているのか、岐阜県多治見市でもみじの栽培研究をしているもみじ楓研究所の本間敦さんに聞きました。もみじが赤くなるには